6月1日午前の取引が終了しました。月が変わりまして日経平均株価は大幅上昇の始まりです。昨日と比べまして203円70銭高の19,854円27銭で午前の取引を終えました。トピックス東証株価指数も15ポイント高、JPX 日経400も146ポイント高とそれぞれ大きく上げております。値上がり銘柄数東証一部全体の約 80% の1602銘柄と増えました。これに対して値下がり銘柄数は約 15% の309銘柄にとどまっております。ほぼ全面高上場といっていい状況で午前の取引を終えております。もっとも商いはそれほど増えているわけではありません。売買高は8億6800万株余り、売買代金は1兆2100億円余りということでして1兆2000億円は超えておりますが、それほど多いという水準でもありません。最近比較的低調な売買が続いていたところから見ますとやや増えたといった程度でしょうか。6月1日月が変わったということもありまして日経平均、昨日まで月末で4日間連続下げ続けてました。この間の下げ幅がざっと162円ほどということで値頃間からの今日は押し目買い買い戻しなどが入ったと。月が変わって動きやすくなった国内の機関投資家に加えて一部外国人投資家などの買いも入ったという見方が出ておりました。結果として日経平均200円を超える上昇で19,800円台半ばの水準まで上昇しました。景気敏感株や金融株なども全体的に買われました。ここのところ軟調に推移しておりました輸出関連株なども相対的に全体的に堅調に推移しております。この中で今日上昇が目立った銘柄日経平均を牽引したと言ってもいいかもしれませんが東京エレクトロン半導体製造装置大手の東京エレクトロン8035が 3% を超える上昇で年初来高値を更新しました。水準的には2000年5月、 IT バブル時の2000年5月以来17年ぶりの高値水準というところまで買い進まれております。昨日新しく中期経営計画を発表いたしまして、これが従来の数値から大きく上方修正されたということなどが素直に好感されて買いが膨らんでおります。他にも景気敏感株以外でも今日は上昇した銘柄として東京ガス9531、電力ガス株なども値上げの効果などを織り込む形で買われておりましたがガス株でも東京ガス9531こちらも 3% を超える上昇となりまして年初来高値更新の動きとなっておりました。逆に安かった銘柄といたしましては4666のパーク24駐車場運営の大手でありますがこちらは結局全引け段階で 6% を超す急落となりました。昨日今10月期の第2四半期決算を発表しましてこれが不振だったということで失望を誘った形です。以上今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。